皆さんこんにちは。本日は、ペットのご近所トラブルを防ぐためにということでこれからお話をしたいと思います。私行政書士 ADR センター東京の、センター長をしております、竹内正也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずは簡単に私のプロフィールの紹介をさせていただきたいと思います。2011年から行政書士という仕事をしております。行政書士の仕事ってなかなか皆さんご存じない方も多いかと思われます。行政書士の主な仕事はお役所に提出する書類の作成などです。相続の際の書類や会社を設立するような時の定款だったり、何か新しい仕事を始める場合お役所から許可が必要な時の許認可関係の書類、あるいは契約書の作成など書類などを書いたり作ったりというのが中心となっている仕事なんですね。こういう話をすると皆さん不思議に思われるかと思います。そんな仕事をしている私が、なぜこういった動物ペット関係のお話をさせていただいているかということですね。と言いますのは、私個人でやっている行政書士の仕事とは別に行政書士 ADR センター東京というところでお仕事をさせていただいております。この ADR センターって何かというお話をしますと、様々なトラブルを裁判をしないで話し合いで解決するところ、つまり調停なんですけれども、その調停のためのセンターなんですね。ご覧の画面の右側の枠の中に書いてありますが、私のおります ADR センターでは、愛護動物、つまり、ペットに関するトラブルを扱っている関係で、様々な相談が、日々寄せられています。今日のテーマにもなっています、ご近所でのペットトラブルというのもとても多く寄せられていて、そのようなトラブルのお話を聞く中でこのトラブルもしかしたら防げていたんじゃないかな、こうしていたらここまで問題が大きくならずに済んだんじゃないかなと感じるものが多くあります。そういった日々の経験の中から本日はどうすればペットのトラブル、特にご近所で起きるトラブルを防げるかといった話もさせていただければと考えています。家族は妻と雑種の犬、雑種の猫との4人暮らしです。猫の方は14歳ともうすっかり高齢の域に入ってきていますけれども、こちらのまだ4歳の若い犬と毎日取っ組み合いをして遊んであげているのか遊ばれているのか定かではありませんが、そのおかげでまだ年の割には元気で過ごしています。少し長くなってしまいましたが、私のプロフィールはこんな感じです。はい、では本日お話しする内容の方を見ていきたいと思います。まずはじめに、どんなご近所トラブルがありますかということで、先ほどお話した ADR センターに寄せられているご近所トラブルにはどんなようなものが多いかということについてお話しします。その次に、トラブルを防ぐためにできることというテーマで、トラブルのお話を伺う中でこういうふうにしておけばよかったのになとか、こういうことをしておけばトラブルを防げたんじゃないかなと私なりに考えたことをお話してみたいと思います。そして最後には、まとめ、ペットを飼うということというテーマで、ペットを飼っている皆さんにとって、私も含め、飼い主として気をつけておかなければいけないことや、もしトラブルが起きてしまったらどうすればいいのかというお話をしてみたいと思います。では犬に関するご近所トラブルには、どんなものがあるかというところを見ていきましょう。まず、鳴き声がうるさい、これは皆さんもよく聞くことのあるご近所でのトラブルですね。隣の 犬の鳴き声がうるさくて夜眠れない、あるいは朝早くに起こされるとか、昼の間もずっと何かに吠えている、テレビの音も聞こえないぐらいうるさくてノイローゼになってしまったというようなトラブルです。次にベランダや公園での毛の手入れ、犬の抜け毛の始末をちゃんとせずにご近所とのトラブルになってしまうような場合です。皆さんもご存知だと思いますが、犬には春と秋に寒毛期と呼ばれる冬毛と夏毛が生え変わる時期があります。犬種にもよるんですが、四季のある日本で生まれた日本犬は特に抜け毛の量が多いと言われています。飼い主さんの中には
ご自身の、家の部屋の中が汚れてしまうのが嫌なのか、外の公園やマンション、アパートのベランダなどで、ブラッシングをされてしまう方がいらっしゃるんですね。これはもちろん、ご近所とのトラブルのもとになってしまいます。特に、マンション、アパートのベランダなどでブラッシングをすると、隣の部屋ではベランダに洗濯物を干しているわけです。そして、飛んでいった毛がそれについてしまう、当然にトラブルになってしまいます。そして、多頭飼いによる問題ですね。犬を飼える限度は、普通の家庭であれば、4頭から5頭程度なのかと思いますが、頭数が増えていくと、当然匂いや毛、鳴き声という問題もひどくなってくる場合があります。もちろん、飼い主さんの方も何人かで手分けをして、そしてしつけも、手入れもしっかりできて、頭数に応じた、広いスペースでよく管理をして飼われている状態であれば、ある程度の頭数を飼っていても問題はないかと思うんですが、それが20頭、場合によっては30頭と、それも一人暮らしで、それほど広くもないスペースで飼っているとなると、これはもうプロでもなければ明らかに飼える限度は超えています。これが多頭飼育崩壊と呼ばれる状況になります。この崩壊という状況になってしまいますと、周りの迷惑だけということではなく、飼っている飼い主さんご本人自身も、実は大変困っている状況に陥っているわけです。ご本人も、手に余る、どうしようもないほど多くのペットを飼うに至ってしまった状態、これが、多頭飼育崩壊と呼ばれる状況です。そして、ノーリードでの散歩になります。東京の都心の方ではあまり見なくなりましたけれども、田舎の方に行くと今でもリードをつながずに散歩されているような方を時折見かけます。都内であっても河原や広い芝生のあるような公園では今でも時折見かけるようなことがあります。ただこのノーリードというのはやはりとても危険なんですね。飼い主さんが犬をコントロールできないような状況に置いてしまうわけですから、他の犬を噛んでしまったりとか、あるいは他の人を噛んでしまったというようなことも起きます。よく、うちの犬はおとなしいから、大丈夫とかおっしゃる方もいらっしゃいますけれども、やはり犬というのは他の犬に吠えられたり、突然驚くような、びっくりするような状況に出くわしたりすると、興奮して噛んでしまったり、思わぬ行動に、出てしまうということがあります。そういった時に、事故というのは起きるものですので、気をつけていただければと思います。また、もう一つ散歩中の問題として、糞や尿の放置があります。これも時折見かけます。道端や公園、あるいは誰かの家の前でしてしまう、それを放置してしまう、なんてことになると、やはりトラブルになります。そして、先ほどノーリードのところでもお話をしましたが、犬が他の犬や人を噛んでしまった、これを咬傷事故と言うんですけれども、この咬傷事故によるトラブルですね。先ほどは、ノーリード、人がコントロールできないような状況になると、犬が他の犬を噛んだり人を噛んだりして危険だというお話をしましたが、ノーリードでなくてもしっかりとリードにつないでいたとしても、この咬傷事故というのは起きる場合があります。力の弱い人、例えば高齢者の方や、女性の方、あるいはお子さん、子どもたちがとても大きな犬、中型犬や大型犬、あるいは超大型犬というのを一人で散歩させているという姿を見かけることがあります。女性でも力の強い方であればいいんですけれども、もう人が犬を散歩させているというよりも、犬が人を散歩させている、飼い主さんが犬に引っ張られて、あっちへフラフラ、こっちへフラフラ、引きずられるようにしながら、散歩しているというようなことさえあります。
もうこれは、ノーリードでなくても、全くコントロールできていない状況なんですね。で、そのようなことがあると、さっきもお話したように犬が突然よそから他の犬に吠えられた、喧嘩を仕掛けられた、あるいは突然何か、びっくりするようなことがあったという時に思わぬ行動に出てしまうことがあります。その時にコントロールできないと他の犬を噛んでしまったり人を噛んでしまったりというような事故が起きる場合があります。これも気をつけなければいけないことです。はい、ここまで、犬にはこういったトラブルがご近所では起きやすいですよというところをいくつかお話しさせていただきました。ではこれからはそのそれぞれのトラブルに対してどのように予防を防いでいったらいいのかというお話に入りたいと思います。では第2章、トラブルを防ぐためにできることです。まずはじめにとあります。動物が苦手な人もいることを知るべしと書きました。こちら平成22年に内閣府調査室が調査しました。少し古い調査ではあるんですが、それによると日本全体の約 25%、 4分の人が動物は嫌い苦手ということと答えているという結果が出ています。まあ少し古い調査ですので今は若干変化をしているかと思いますけれども、それでもこの平成22年、だいたい10年ほど前ですかね、には4人に1人が動物を苦手だと答えているわけです。私も含めて犬や猫が大好きな人にとっては、こんなに可愛いものがどうして嫌いなんだろうと思ったりするんですが、それはあくまで私たちの好みであって、さまざまな理由で犬や猫が苦手という人はいて当然なんですね。中には犬は好きでも猫は苦手という方や、猫は好きなんだけれども犬は苦手という方もいらっしゃいます。小さい時に犬に追いかけられた経験があって、それがトラウマになって怖くなっているという人もいますし、今回の話にあるようなご近所の犬や猫のトラブルに悩まされて嫌いになったという方も多くいらっしゃいます。また最近では嫌いではないんだけれども、猫の毛や犬の毛がアレルギーになっていて、それを避けたいという方もいらっしゃいます。そして 25%、 4分の1っていうのは意外と多いですよね。例えば向こう三軒両隣とよく言いますが、それを考えてみますと、その中に1人もしくは2人は犬や猫などペットが苦手な人がいると考えて差し支えないわけです。次に、ペットのトラブルは人のトラブルと考えるべし。ペットのトラブルというのは実は大きなトラブルのうちの氷山の一角の場合もあるということなんです。例えば隣の犬がいつも吠えてうるさいとかでトラブルになっていたとします。でもよくよくお話を伺っていくと、犬の鳴き声の問題だけではなくて、他にもお隣さんとの間でいろいろとこうトラブルが多く起きている場合が多いんですね。ゴミの出し方がなっていないとか、お隣の木の落ち葉がこちらに落ちてきて困るとか、犬とは関係なしにお隣同士のご近所のトラブルが根っこにあるというような場合があります。そういったもともとからある隣近所同士の問題が最終的に犬の鳴き声のトラブルとして表面上に出てくる場合があるということなんですね。ですから私たちが調停の中で話し合うような場合は、犬の問題、鳴き声の問題だけではなく、ご近所同士のトラブルというか、お互いに気になっているようなところもこうしっかりと話し合って解決していくことが必要な場合があります。そうしないと今回犬の鳴き声の問題は解決できたとしても、その根っこにある問題が解決できていないと、その次には犬の毛が飛んできて迷惑だとかですね、
別のトラブルが起きてくるわけです。ですので、まずはご近所同士の付き合いも見直して、できればご近所の方と風通しの良い環境を作る、何か気になるようなことがあったらお互いにすぐに話し合えるような関係になるということが大事なんですね。隣の犬の鳴き声がうるさいというような時にも、普段からご近所と話し合える関係になっていれば、ちょっとあなたのとこのこの犬、最近うるさいんだけどどうかしたの、というようなことが聞けますよね。飼い主さんの方も、あ、ごめんなさいそうでしたか、今度から気をつけるようにしますねと、返すことができれば、普段はそれほど大きくなって、問題はそれほど大きくなっていかないんですね。それが何も文句を言えず聞くこともできずという状態が続くと、ストレスや怒りが溜まっていってしまって、ある時爆発するということになってしまうわけです。隣が何をやっていてどういう人なのかわからない、怖いから話せない、声をかけられない、隣は何をする人ぞというような疑心暗鬼こそがトラブルを大きくしていく原因の一つです。ペットのトラブルということだけではなく、ご近所の方と普段から話し合えるような風通しの良い関係を作りましょう。ここにも大きく書きました。犬や猫、ペットを飼い始めたらまずはご近所に挨拶してみましょうということです。なかなか今、東京のような都会で隣近所と挨拶するのは難しいこともあるかと思いますが、外の道やマンションの廊下などでご近所の方とすれ違った際にでも、今度犬を飼うことになりましたので、もし何か気になるようなことがあったら言ってくださいねと、一言かけておくだけで違います。そういった形でご近所に挨拶をしていく、しておくということがトラブルを防ぐまず一番の方法かなと思っています。では先ほど第1章の方で挙げましたトラブルのそれぞれ挙げたものについて、どうやってそれを予防していけばいいのかという話の方に入っていきたいと思います。最初に挙げたのは鳴き声がうるさいというトラブルですね。もしそのようなクレームが入ったら、まずはその人にお詫びも兼ねてその鳴き声の様子を聞いてみましょう。いつ頃かどのような鳴き声かというようなことです。犬が鳴いたり吠えたりするには必ず何か理由があるものです。時には飼い主さんが家を留守にした時に限って鳴いているということもあります。その状況を聞き取ってみるということですね。状況が分からなければ対処のしようがないので、まずはその状況を聞いて確認する必要があります。例えばご家族が不在、留守にしている時にだけ泣いている、吠えているというような場合には分離不安と呼ばれるようなものかもしれません。家族がいないと寂しくて不安で吠えてしまうというものです。また警戒心が強い犬の場合には、来客時、郵便屋さんだったり宅配便の人が来たりするときに警戒して吠えまくるということもありますね。また若い時にはそんなことがなくても、犬が年を取ってくると警戒心が強くなるということもあります。人と同じで犬も年を取ると耳が遠くなってきます。目も悪くなったり鼻もだんだん効かなくなってきます。そうすると外の状況が若い時よりも分かりづらくなるわけなんですね。外の状況が分かりづらいと、犬も不安になって警戒心も強くなります。そしてちょっとしたことでも吠えてしまうということです。また夜中になると泣いたり吠えたりするというような場合には、犬が認知症にかかっている場合もあります。人と同じように犬も認知症になるんですね。認知症になると自分が今どこにいるのかわからなくなってしまうことがあります。
夜になって、辺りが暗くなり、家族が寝静まって電気も消してしまうと。そうなると今自分がどこにいるのかわからなくなって不安になって吠えてしまう。認知症の症状の一つです。どのようなタイミングにどんな声で泣いているかということを知ると、泣き声のトラブルの原因を知る大きな手がかりになります。ご近所の人に聞いたり、家にいないときに泣いているということであれば、最近はインターネットを使って外から室内の様子や音が確認できる監視カメラのようなものも安く販売されています。そういったものを使って、実際にどのような状況でどんなふうに吠えているのかをよく確認し観察をしてみましょう。原因によってその対処方法も様々です。分離不安の場合はドッグトレーナーの方に相談したり、認知症の場合は獣医さんに相談したりする必要が出てくるかと思います。警戒心が強いことでよく吠えるような場合には窓を二重窓に変えることによって外の騒音を防いで警戒心を和らげる効果もありますので、必要に応じて検討してみるのも良いかと思います。原因が分かったとしても鳴き声に関してはすぐには対応が難しいような場合もありますが、根気よく対処していく必要があります。次には公園での毛の手入れ、ブラッシングやノーリードでの散歩、糞尿の放置といった主に散歩中のマナーに関するようなトラブルです。まず放し飼いやノーリードについてはマナーとは少し違って、法律や法令、具体的には東京都の条例で禁止されています。さすがに都内では犬を放し飼いにしているという方はいらっしゃらないかと思いますけれども、先ほどもお話ししました河原や芝生のあるような公園でノーリードにして犬を放して遊ばせるということも条例違反として取り締まりの対象となっていますのでお気をつけください。そしてノーリードは条例に違反するというだけではなく危険です。犬を飼い主さんがコントロールできない状況に置いてしまうわけですから、どれだけ性格が穏やかな犬であってもノーリードは絶対にダメというふうに理解してください。ノーリードで許されるのはドッグランなどごく一部の場所に限られています。ドッグランであっても飼い主さんが目を離したりしてはいけません。必ず飼い主さんが近くにいてコマンドを出したりすることで犬をコントロールできる、制御できるという条件が必要になってきます。まあ、ドッグランに来る人は犬を飼っている人や犬に慣れている人がほとんどですが、そのドッグランの中でさえそうなのですから、一般の人、犬に慣れてない人や苦手な人がいるような公共の場所でノーリードで話すことは当然無理ということが分かっていただけるかと思います。そして犬が散歩中にした糞は飼い主さんが拾って持ち帰る、またおしっこした場合には水をかけるというのが今のマナーとなっています。はるか昔、私がまだ子供の頃、昭和の時代などには、散歩で犬がした糞などはそのまま放置されているというようなことも確かに多くありました。ただそれは昔の話です。単純にマナーというだけではなく衛生上の問題でもありますので、犬がした糞や尿の処理は飼い主さんが責任を持ってするようにしましょう。猫とは違い、犬が屋外で散歩に出る場合は必ず飼い主さんがそのそばにいるはずです。つまりは飼い主さんが犬を管理しているという状況です。散歩中に飼い犬が何かトラブルを起こすとしたら、それは飼い主さんのマナー違反であることがほとんどです。ペットの飼い方やマナーというのは
時代によって変化しますけれども、今の時代のマナーに応じてそれに対応するということが必要になります。そして交渉事故についてです。犬が他の犬や人に噛みついたりして怪我をさせたという事故です。この交渉事故は他のトラブルに比べて重大な事故に発展して、飼い主さんが大きな賠償責任を負うような場合もあります。主に犬を散歩させているような場で起きますので、近所の中で起きることも多いトラブルになります。犬の噛む力というのはとても強いです。中型犬や大型犬が小型犬、超小型犬などを噛んでしまったりするなどすると、一噛みで亡くなってしまうこともよくありますし、大きな犬が人を噛んでしまったような場合には人が亡くなるということもあります。飼い主のあなたを噛まないのは、あなたがご飯をくれたり世話をしたりしてくれる大切な人だと分かっているからなんですね。よその人を噛まない理由というのは犬たちにはないわけです。びっくりしたり攻撃されたりすれば思わず噛んでしまうというようなこともあります。なので飼い主さんがそうならないようにしっかりとコントロール管理をすることによって、そういうことが大事になるんですね。先ほどもお話ししました、高齢の方や力の弱い女性の方、あるいは子どもが大型犬や超大型犬を散歩させているような場合、犬が他の犬と喧嘩になったりしたような時に、とてもじゃないけど止められないですよね。要するに制御コントロールできないということです。交渉事故のほとんどはそういった状況で起きます。またサイズの違う大きな犬と小さな犬の場合には、攻撃するつもりでなくても遊んでじゃれ合っているだけでも大きな怪我や事故につながってしまうような場合もあります。ドッグランなどでも大型犬や中型犬、それと小型犬は場所を分けられている場合が多くあります。大きな犬を飼っている場合には特に気をつけるようにしてください。東京では犬を外で飼うというようなことは少なくなりましたが、もし外で飼っているというような場合には、よその人が簡単にその犬小屋などに近づけないような注意が必要です。小さな子どもたちは犬が大好きですから、わあワンちゃんだと言って簡単に近寄っていきます。そしてガブッと噛まれてしまうなんてこともあります。たとえここは自分の家の敷地で、そこに犬小屋があるのだから、そこに入ってきてしまう人の方が悪いと言っても、人が簡単に入ってこれるような場所で犬を飼っているとすると、事故が起きた時には飼い主さんが責任を問われることになります。散歩する人や飼う場所を変えるということは簡単ではないかもしれませんが、犬がその人の言うことをしっかりと聞く、他の犬と喧嘩しない、いつも落ち着いている、そういったしつけはドッグトレーナーだと専門の人に相談すればできるようにもなるかと思います。また昔はすごく優しくて穏やかで攻撃性も全くなかった犬なのに、最近はすごく攻撃的になってきた、飼い主さんに対しても牙を剥くようになった、トレーナーさんにしつけをしてもらってもなかなか治らない、攻撃性が止まないというような場合には、何か脳の中に病気があるような場合も考えられますので、そのような場合には獣医さんにも一度相談をしてみましょう。もし犬が人を噛んでしまったような場合は、知事に届け出る必要や狂犬病の疑いがないか獣医さんに犬を診察させなければなりません。板橋区の場合には、事故があってから24時間以内に板橋区の保健所の方に届け出るようにしてください。
交渉事故のほとんどは散歩の場で起こります。大きな取り返しのつかないような事故になることもあります。犬をしっかりと制御できる人が散歩をさせることがまず第一です。気が強く噛み癖のあるような犬の場合は早めにトレーナーさんや獣医さんに相談するようにしてください。最後に多頭飼育崩壊と呼ばれるトラブルです。飼いきれないほどの犬を飼ってしまっている状態で鳴き声や匂いなどでご近所との間でトラブルになってしまうものです。この多頭飼育崩壊というのは一人暮らしされている方が寂しくて犬や猫を飼ってそれがどんどん増えていってしまうということから起きることがあります。多頭飼育、つまり多くの犬を飼っているということが問題ということではないです。しっかりと管理されていて周りのご近所の迷惑にならないような状況であればそれは問題ないことなんですが、本人がお世話もしきれなくなって周りに迷惑をかけてしまっているという状況になると多頭飼育崩壊と呼ばれることになります。この多頭飼育崩壊は周りにとっても迷惑なことなんですが、実はそのご本人にもとっても困っている場合が多い。もうご自身では手に負えなくなってしまってどうすればいいかわからないことになってしまっているという場合もあります。多頭飼育崩壊に至る原因としては男の子や女の子の区別なく犬を避妊・去勢をしないで一緒の場所で飼っているということでどんどん子供が生まれていってしまうことです。生まれた子供たちがまたその子を産んでと売買ゲームのように増えていきます。犬たちの出産を希望しないという場合には適切に避妊や去勢の手術をする、あるいは男の子と女の子は同じ場所にいないように住む場所を区別するということが必要になってきます。もし犬を増やしてしまって自分の手にも余るというようなことになってきてしまったら、気づいた時点で早めに保健所や動物保護団体など誰かに相談するということが大事になってきます。一人だけで悩んで放っておくとどんどんと悪化していくことになります。多頭飼育崩壊というのは飼い主さん次第で 100% 防ぐことができるものです。もしなってしまったらその先には悲しい結果しかありません。これをご覧いただいている方でまだ特に対策をされていないという方がいらっしゃいましたら早めに手を打つことを考えていただければと思います。またここにも書きましたが犬を10頭以上飼育するという場合には市町村への届け出をして許可が必要となる場合があります。家政条法と呼ばれる法律なんですがそこに定められています。ここ板橋区でも犬を10頭以上飼う場合には忘れずに届け出をするようにしましょう。はい、では最後にペットを飼うということというテーマでお話をさせていただきたいと思います。まず飼い主の責任についてです。皆さんペットをお飼いであれば動物愛護法という法律を耳にしたことがあるんじゃないかと思います。この動物愛護法なんですがよく勘違いされることとしてこの動物愛護法という省略した呼び方から動物を愛護するための法律、動物を守るための法律と解釈されている方が多くいらっしゃいます。実際に動物の虐待がニュースになった場合にこの動物愛護法が出てくることが多いのでそういうふうに理解することも多いかと思いますが、この動物愛護法、正式な名称は動物の愛護及び管理に関する法律と言います。この法律は愛護だけではなく飼い主さんによる管理責任
も書かれている法律になります。つまりは、動物愛護、ペットに関する責任だけではなくて、動物を管理することで周りの人に対する責任も果たす必要があるということを意味しています。野生の動物を除いては、動物というのは全て人が管理をしているものです。自分の飼っているペットが起こしたトラブルというのは、ペット自身は責任が取れませんから、全て飼い主の責任になります。そしてこの飼い主というのは、実際に家の中で飼っているというだけではなくて、例えば野良猫に毎日ご飯をあげているというようなことがあれば、家の中で飼っていなくても、たとえ自分では飼い主と思っていなくても、飼い主とみなされて責任を問われることがあります。自分は野良猫にご飯をあげているだけだから、責任はないと安易には考えないことです。そして動物は人間のように話せば聞いてくれるというものではありません。飼い主さんの思い通りに必ずしも行動してくれるわけではありません。ペット、犬や猫を飼う以上、トラブルはつきものなんだ。そしてそのトラブルの責任は飼い主である自分が負わなければいけないんだ。そういった覚悟と責任を持たないとトラブルが防げるものではありませんし、もし起きた時にはまさかこんなことになると思わなかったと慌てふためいてしまうことになります。ペットトラブルの多くは防ぐことができます。最初にお話したように、ペットのトラブルは人のトラブルが原因になっていることが多い。人付き合いが原因になっていることがあります。なので新しくペットを飼った時にはできるだけ近所の人にご挨拶をしましょうというお話をさせていただきました。また事故やトラブルというものが起きたら、飼い主さん自身だけではなくそのペットにも大きな影響を与えることになります。例えば飼っている犬が他の犬や人を噛んで大きな事故になってしまったら、飼い主は当然ですがその犬も散歩に連れて行けなくなったり、あるいは手放さざるを得なくなったりすることもあるでしょう。猫を外飼いにしてしまうと近隣のトラブルの原因になるだけではなく、交通事故や病気のリスクが高くなります。飼っているペットが可愛いと思うのであれば、彼らのためにも事故やトラブルの予防を考えましょう。ペットは子供と違って常に人が管理しているものです。常に管理しているからこそ防ぐこともできます。また動物にも人間と同じように個性があります。必ずしもその種通りの性格とは限りません。例えばこの犬種は穏やかでフレンドリーで飼いやすいと言われている犬種だとしても、みんながみんなそういうわけではありません。中には頑固で気の強い子もいるでしょう。私たち日本人が勤勉で努力家だとよく言われますが、日本人みんなが勤勉で努力家とは限りませんよね。動物も同じです。犬種によって性格の違いはある程度ありますが、必ずしもそうだとは限らないので、穏やかでフレンドリーで飼いやすい子のはずだから特にしつけしなくても大丈夫だろうと考えるのは大きな間違いです。その子の個性に合った育て方をしていく必要があります。また最近では洪水や地震といった大規模災害も多くなっています。避難所にペットを連れて行かなければならないということもあります。他の人や他の犬、他の猫などと避難所で生活をしなければならない場合も出てきます。
そこまで想定して準備するのはなかなか難しいことですが、他の犬や他の人と近い距離でもうまくやっていけるようなしつけや育て方をしておくといった、そういったことがトラブルを起こす心配を少なくさせることだと思います。初めの方にも話しましたが、私たちの周りには動物が苦手な人もいっぱいいるということを知っておくことです。動物が好きな人だけではなく、苦手な人も安心して暮らせるように考えながらペットを飼っていていただけると、多くのトラブルを防ぐことができるんじゃないかなというふうに考えています。そしてこうやってペットのトラブルを防ぐということをしてきていても、それでもトラブルというのは起きることがあります。その場合はどうするかということですが、まずは起きてしまったのは仕方ないとして、それ以上に大きくしないということです。実際に起きたトラブル自体は小さなことがほとんどだったりします。それだけでは大きな問題にはならなかったのに、対応を失敗したことで大きなことに発展するという例は多くあります。トラブルを大きくしてしまう理由の一つに、事故や苦情を軽く考えてしまうということが挙げられます。他の犬や人に怪我をさせたり、苦情があったりしたら、まずはしっかりとよく話を聞いてできる対応を考える。これを軽く考えてしまって、ちゃんとした対応を取らなかった、あるいは無視をしてしまった、そのことによってトラブルがとても大きくなってしまったということがほとんどです。そして問題が起きたらなるべく早く解決する、なるべく早く対応して、なるべく早く解決するということが重要になります。時が解決するなんてことは思っちゃダメです。時が経てば経つほど問題は深刻化していきます。そして問題が難しい場合、問題が難しい問題だと思っても解決を諦めないことです。諦めてほったらかしにしてしまったら、さっきの話と同じくどんどんと問題は大きくなって悪化していきます。自分たちだけで解決するようなのが難しい問題は専門家に相談することも大事です。性格やしつけに関することであれば、獣医さんやトレーナーさんに相談ができます。またトラブルが起きてしまった、大きくなってしまったというような場合には、行政や保健所、弁護士さんなどの法律専門家、また私たち ADR センターなどのような専門の相談機関も使ってみていただければと思います。そして対応を決めたら、それを相手に一刻も早く伝えるということが大事です。連絡がないというのはとても強いストレスになります。せっかく伝えたのに何もして対応してくれないと、時間が経てば経つほど火に油を注ぐ結果になります。トラブルが起きたら早く対処して早く解決する、それが一番大事なことと心に留めておいていただければと思います。最後になりますが、ワンちゃんや猫ちゃん、ペットと一緒に暮らすことはとても楽しく幸せなことです。でも一旦何かトラブルが起きてしまうと、その楽しい生活も悲しく暗いものになってしまうこともあります。飼っているペットたちにも影響が出てしまうことがあります。そういう悲しいことにならないように、飼い主さん自身で防げるトラブルは防いで、周りの人のことも考えつつ、毎日楽しく幸せに過ごしていただけることを祈っております。では私からのお話は以上となります。最後までご清聴ありがとうございました。